ペレチョオンガル作戦は、ロシア内戦の最終局面において赤軍が実施した軍事作戦である。1920年11月7日から1920年11月17日にかけて、ミハイル・フルンゼ将軍率いる南部戦線によって実施された。この作戦の結果、クリミア半島に立てこもっていたピョートル・ブラーン・エリ。 将軍率いるロシア軍が撃破され、白軍は最終的な敗北を喫することとなった。赤軍も甚大な被害を受け、その死者数は20万に達したとされる。この作戦による赤軍のクリミア半島占領が、ソ連並びに、ロシア連邦の歴史学では3年にわたって続いた、ロシア内戦の公式な終了日とされている。ウクライナ本土とクリミア半島をつなぐ、 ペレコープ地境とその脇に複雑な地形を持って囲われたシバーシュワンはクリミア半島への重要な通過地点であり、半島を最後の拠点として立てこもる白軍にとってはこのラインの防衛がまさに生命線となっていた。赤軍は要塞化されたペレコープ地境やシバーシュワンを突破し、一挙にクリミア半島を占領することを計画。この作戦が ペレチョオンガル作戦の名で知られる、ロシア内戦最後の大規模攻勢であった。ペレコープへの襲撃では、数千の赤軍兵士が戦死した。この作戦の結果赤軍は、クリミア半島を掌握し、この地に、ソビエト権力が確立された。敗れた白軍は、亡命を余儀なくされ、祖国に止まることを決意した人々は、赤軍からの厳しい弾圧による過酷な運命を覚悟。 しなければならなかった。ありがとうございます。